反社会勢力への闇営業で謹慎処分になってしまった雨上がり決死隊の宮迫さんが今検索してそうなワードですね。まずは謹慎期間過ごし方ですね。まあ謹慎期間ね、無期限らしいんで、このまま引退の可能性もあるかもしれないんですが、まあ一気に仕事がなくなって暇になってしまったんで、過ごし方をね、検索するということですね。アメトーク司会。確かに宮迫出演の番組結構多いですからね。アメトークもそうですし、松本家の休日とか、行列のできる法律相談所。まあ、特にアメトーク司会ですからね。アメトークが続くのか、新しい司会は誰になるのか。まあ、本人もね、気になるということですね。次は坂上忍、ヒロミ、なぜ復帰ですね。もう復帰をね、しようと、復帰方法を探っているという検索ワードですね。イメージ回復手段。まあイメージ一回落ちてしまったらね、気にしない人は別に気にしないですし、気にする人はいつまでも気にするんで、まあ手段ないといえばないんじゃないですかね。イメージ回復は。YouTuber 機材。もうテレビに復帰は不可能と考えて YouTuber にね、行くことを考える宮迫。蛍原人気。まあ自分が不祥事を起こしてしまって、相方の人気大丈夫かなみたいな心配ですかね、これは。闇迫、オフホワイト。自分の不祥事のあだ名をね、検索して、自傷行為に走るというね、検索ですね、これは。嘘、バレない方法。まあ、今回はね、バレてしまったんですが、まあ、今後のためにね、今後は嘘がバレないように対策をしようということで、嘘バレない方法で検索ですね。外国、住みやすい。もう日本ではね、人気が落ちてしまったんで、海外にね、移住しようとしている。後輩、復讐方法。もうこうなってしまったのは全て空手家入江のせいだということで、もう入江はクビになったんですけどね、吉本。それでも個人的に復讐をしたいというね、検索ワードですね。新助、今どこ。まあ新助も不調時でね、引退したんで、もう新助の後を追おうというね、検索ワードですね、これは。はい、宮迫がね、謹慎になったんですが、今後復帰するのか、引退するのかが注目ですね。以上です。